いつもサッカーやってたらどんどん上手になってきた。でチームでもチームに入ったのね。でチームでも活躍するようになって、どん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 サッカー楽しいなーってなって、なんと悲劇が起きました。泣いてるのね。でなんでだと思う？ん？足を骨折した。惜しい。はい、なんだと思う？なんだと思う？憧れの選手が引退した。そう、それも確かにちょっとはショックかもしれないけど、自分にとってすごいねショックなことがあって、それは怪我しちゃった、さっき骨折しちゃったってあったけど、骨折はしてないんだけど、あのオスグッドっていうね、成長すると骨がね痛くなる病気があって、でそのオスグッドっていうのに両足になっちゃったんです。そしたらもう歩くのも痛い、歩くのも痛いからもちろんサッカーなんて絶対できない。体育も見学して大好きなサッカーできなくなっちゃった。だから大好きなサッカーできないっていうことは、プロサッカー選手を目指してる氷川田少年にとっては致命的なことだよね。もうダメかも、サッカー選手になれないやって思った。怪我が治ってサッカー始めました。またそしたら今度高校入るとき、サッカーの推薦で高校に入学することができた。一生懸命やってたら、でも半年間ぐらいしかできなかったんだけどね。でも高校にサッカー推薦で入れました。でサッカー推薦で入ったからにはやっぱサッカー頑張ろうと思ってね。で勉強全然できなかったんだけど、サッカーはとにかく頑張ろうと思って入った。そしたらね、なんとまた今度なんだと思う？なんだと思う？ストーリー的には違うけど、でもそれも当たってるかもしれない。うん、ありがとう。